100万頭陰謀ツアー第28話、始まります。ラビット正体から逃げてきたところから、スタートです。スパイはあの場で処分すべきだったとの注意に対し、味方殺しはできないと真っ向から対立。召喚命令は絶対って言ったのに、今回は、なんだこのおっさん。ギルモア博士おっすおっす。ずいぶん、レコが広いな。いわく、新型デバイスのテスト中に実験機が暴走。博士は大切な機体なので破壊するなと言い、ドリスコル大尉は施設の外には決して出すなと指示。どっちを優先すればいいんだい。いいからとっとと出ろとプンプン怒るドリスコル。レイヴェンを出したら実験機を吹き飛ばしてしまうか。ホモ少尉の転属先に支配しただけで、そこが兵器開発特務機関と知らなかったのか。軍の研究施設には何度か出入りしたことあるが、こんな気味の笑い、オールバックだらけのところは初めて。バレたらヤバいことしてるのに、雰囲気がおかしいと思われるのはどうなのだろう。出撃前に、サンダースとマシューの機体をフェゼントに換装。これでよい。では施設玄関口へ。行くぞ。正面ゲートへ向かうと、ガルボに乗った雇われ傭兵部隊が4機。相対する、暴走中の実験機は、あのシルエット、まさか、坂田九州 X 式。また超架空駅の相手をするのか。いざ前期前進。ミッション4、実験機停止任務。敵はエンジンに乗せられていた機体、坂田九州 X 式が2機。OCU 編ミッション15、ランドデストロイヤー相当の敵になるので、ガルボやペジャントで立ち向かうと。相手が9割損耗状態であっても、返しのパンチで一撃粉砕される性能差。でもお金もらってるし、ビビりながらも戦いを挑む仕事熱心な傭兵の鏡。傭兵生存中は、彼らは優先的に狙ってくれるので、その間にこちらは最も火力が高い攻撃。ボーンランチャーを撃ちまくり、胴体以外に当たることをお願いしましょう。最初の1形態、運よく胴体を回避して生存。ちなみに、坂田九州 X 式を破壊してしまうと、基本報酬が減額されてしまいます。まあ、一気につき500円と安いので、無理して狙う必要もありませんけどね。では行動停止、ランチャー構成行くぞオーライン。さらに連続ヒットで増災、やったわ。まあ、今回だけロード戦術でやり直したんだけどね。ランチャーが外れまくると、殴り一発のロシアンバトルになってしまうので、さすがに妥協せずに行きましょう。坂田九州 X 式が強すぎるのが悪いよ。そういえばブラックハウンド部隊、名前の通り黒で統一されてるんですね。今はニルバーナ所属だし、蛍光色の緑に塗り直、ダサいからいいか。ウワン HP1 になったので、ホムのマシンガンで削るの。これでよい。あとはもう一球戦闘不能に追い込みましょう。のミニライフルでスワンを撃ち抜き、ホムのマシンガンで削除を使い、ミッション4、任務完了です。坂田九州 X 式の胴体を残し機能の停止を確認、パイロットを助けてあげましょう。ところがハッチを開けたところ、パイロット両名の絶命を確認。こりゃ一体、なんとパイロットが死亡し機能を停止したはずの機体が突然起動。そんなバカな、無人 AI システムも導入されていないのに。そこへギルモア博士が乗ったバンター輸送用の貨物トラックが登場。相変わらずニルバーナの機体の色はケバイな。ギルモア博士は機体が暴走しないように固定すると、そのまま施設内部へ去ってしまいました。もしかして俺たちの転属先、ヤバい組織なんじゃないか。あー、生き返るわ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。基本報酬3000、残虐行為手当1150円。実験機のパイロットは外傷を負っておらず、あまりにも不自然な死に方をしていた。自分一人なら我慢もするが、お前たちを巻き込むようなら断固抗議する。またドリスコルに反抗しようとするホモに、新たな任務が舞い込む。2090年6月3日、USN 領ラーカス地区に OCU の偵察部隊が侵入。ついに、この日が来てしまったか。なぜ兵器開発機関のニルバーナがそんな事案に対応するのか、どうにもきな臭いといぶかしむサンダース。しかし人道に反する命令でもない。 USN の軍人として出撃しなくては。もやもやとした感情を抱いたまま、3人はラーカス地区へ向かうのでした。ホモたちが到着すると、すでにドリスコル大尉がカレンチャーの領職し、
コックピットを引っこ抜き、マテリアルとしてそのミネラを確保済み。まあうん、そんな感じだよと適当なお返事。このオールバックね。わざわざパンツァーで来る必要ありましたこれ。当然の疑問を投げかけるも、答えるものはなし。うわことのようにあんなことをと繰り返すカレンちゃん。事情を聞き出したいところさんですが、まずは怪我の手当てをするために輸送。そしてドリスコルは脳の激出構造を爆発し、その場を立ち去るのでした。翌日、2090年6月4日。一体このニルバーナ機関とは何なのか、改めてドリスコルに問いただすホモ。君もしつこいね。上官命令に従えばいいんだって。あの実験機もさ、USN の発展のために必要なわけ。そう言われてもホモは諦めず。ではあの捕虜は何を見たのかと質問。担当公弁か。この時点でぶん殴られて謹慎処分でも文句言えませんが、今日からハフマン島は猫の手も借りたい状況。ニルバーナ機関から一時的に USN 陸軍本体、陸軍第344大隊112突起中隊へ編入されることに。もう少し居残ることができれば、カレンちゃんから事情を聞き出せたかもしれませんが、運命とは残酷なもの。ここでホムたちは陰謀から遠ざけられてしまうのでした。あれは捕虜ではなく、まるで研究対象の様子を見るような扱いだった。これ以上は憶測での言葉になってしまう。サンダースは奥ゆかしく発言を撤回。フォートボーナス基地に着くと、ハフマン島方面司令官が隊員を招集。またオールバックじゃねえか。開発はオールバックを出したがりすぎだろ。パトリック・S・ウィンガー少将曰く、ラーカスの非戦闘区域の工場が OCU に攻撃され、62名の人命が失われたにもかかわらず OCU は関与を否定。USN はこれを重大な侵略行為とみなし、報復を宣言。OCU をハフマン島から叩き出す。こうして第二次ハフマン紛争が勃発したのでした。では編入先の指揮官に会う前に、酒場をチェキ。酒場には相変わらず戦車マニアのジョージがいて、バッツァーはあくまで補助的なものに過ぎず。正面から撃ち合えば戦車の大口径火砲が圧倒する。大規模な広域戦闘なら戦車とヘリなんだと持論を提案。モーガン博士のおもちゃだ。ヘクター・レイノルズ中佐オッスオッス。フィフスに登場した時は中佐でしたが、あれは紛争から結構時間が経過してからの登場なので、今の階級は、わかりませんね。気の強い、一体何ライトちゃんなんだ。USN 陸軍第334大隊指揮官、スチュワート大佐オッスオッス。お前の噂はあれこれ聞いているが、俺は噂ではなく現場での戦果をもって判断する。さすがヒオールバックは言うことがまともだな。これはいい上司に当たったなと画界で分析。さて、USN が最初の攻撃ポイントに選定したのは、国境沿いにある OGU 領最大の都市、フリーダム。まず USN 領のソレイト、フォートモーナスから軍を結集、サンコ師団をペセタの前線基地へ。モロチン OCU 側はこれを察知し、メール川沿いに防衛線を展開する。そうして都市防衛から主力をおびき出し、メール川で展開させたところを空挺部隊が強襲。空挺部隊が OCU 主力部隊を背面奇襲し、崩れたところに USN 主力部隊が強撃。この作戦を成功させるには、OCU 側のレーダーと対空兵器を無力化する必要がある。そこで USN キッタのケチ臭い特殊部隊、ブラックハウンドの隊員であるホモに白羽の矢が立った。USN の大規模攻撃が成功するか、総崩れになるかは、ホモの手腕にかかっているというわけだ。左遷された怪しい組織のパシリになるかと思いきや、突然超重要な任務を任されちゃったわ。不平とぼやくの衆でしたが、元特殊部隊の鋭い視線がマリアさんを発見。しかもそこにはドリスコル隊員の姿。もしかしてホモに冷たかったのは、そういうこと。今は任務を優先すべきだろう。ホモは奥ゆかしくマリアさんを見送るのでした。それを操るのは人間だ。能力を見分け。ワンツァーの性能は諸君たちの能力に他ならない。決して怠るな。分かったか。そう、イエスだ。これをもって全カリキュラムを終了する。諸君、合格だ。おめでとう。やったな。ああ、やった。とうとうここまで来たぞ。ご苦労。随分と残ったな。落語者は何名出た？92名であります。この中に味方を踏み潰す奴はいるか？おりません、大佐。全11名、
即お役に立てる状態です。よくやった。あとは私から伝える。はっ。おめでとう諸君、楽にしたまえ。本来ならば休暇前にパーティーを満喫してもらいたいところではあるが、緊急事態が発生した。昨日起こったラーカス地区の襲撃事件は皆知っていると思う。これは OCU 軍が停戦条約を破棄した明確な侵略行為である。だが OCU 側の見解によれば、この事件は我々の狂言であり、事実無根の虚偽と非難声明を出す始末だ。我が国はこれら一連の行為を宣戦布告とみなし、 OCU への報復攻撃と侵攻作戦を開始する。これを見てもらいたい。概略を説明する。侵攻作戦は6日後、0900に開始される。我々はペセタ近郊の前線基地に集結、3個師団を4陣に分けて進軍する。強襲隊が先行し、レーダー施設並びに対空部隊を無力化、ついでルーピデスからの空挺部隊1個師団がフリーダムへと空挺強襲を行い、同時に地上部隊が合流して制圧する。陸と空からの挟み撃ち作戦だ。史上まれに見るバンツァーの大規模戦闘になるだろう。諸君らは第三陣として残存勢力の制圧任務についてもらう。何か質問は？まず年齢を教えてくれるか。身長体重はどれくらいなの？よろしい。詳細は軍曹から説明される。今後は彼の指示に従いたまえ。以上だ。諸君らの検討に期待している。といったところで今回は終了です。次回、追加メンバーと特別ミッション。それでは皆さん、お達者で。